ヘラとカルリーニョスとつないで、もう一度ヘラと打てるか、シュートだー、先制は清水エスパルス。カルリーニョス、ヘラとがつないで、最後はヘラとが決めていきました。素晴らしいです、ここからですよね。もう一度つなぎ直そうという中村のボールの運びからヘラトのミドルだ、おお、すごい、これが突き刺さりました、すごいですね、ヘラトアウグスト、思わず戸田さんからもすごいの一言、いやどうだ見たかというこのヘラトの表情です、なんですけども、はい、ちょっとやっぱり札幌石澤手前だ、またぎ狭い、もう狭いが来たかな、いや、ヘラトアウグスト、決まった決まった、ヘラトアウグスト決まりました決まりました、ヘラトアウグストです、清水勝ち越し40分、まあ、ちょっとボールが止まったので、清水は惜しかったですね、この辺り一つ狙い目かもしれませんね。さあそしてヘナとパスを出して金子、金子、そう、さあ先ほどはサインプレーを見せましたが、さあバウトでやはりヘナと折り返す、そして西澤、フリックする、カルリーニョス、ヘナト、ヘナト、どうするかヘナト、MC ニョ、ダイレクトです、シュート決まった、清水の攻撃、バウドから鈴木、ワンタッチ、奪った、ヘナト、うん、いい形で奪いました、ヘナト、ヘナトのクロス、真ん中、ね、ナイスキーパー、大迫。ちょっと絡んでないんで、前線のもう一人がもうちょっと絡んでほしいんですよね、受けに来てもいいですか、はい、さあヘナと、さあ、うん、ヒシャルチさんを剥がして、うん、自ら落ちてきた、ゴールキーパー中村のセーブ、かわした、かわした、ヘナと、ヘナとシュートは弾いた、逆を取られバウド、柔らかいボール、中、流れていく、